はい、林家鳥居っす。今回はですね、アルファは勉強中ということで、漁船に乗って海鳥を取っ鳥すというのをね、話そうかなと思っております。5月7日ですね、チャーター漁船に乗って海鳥を見れるっていうね、話を聞いて乗せてもらって、その時の様子は、様子というよりだからそのアルファはねどうだったかっていう話をメインに喋っていこうかなとね、思っとりーす。天気はね曇りだったんですよ。で時々雨時々晴れでもね、あのね船ってさ、操縦の方はすごくうまかったですよ。船のね、やっぱりね、釣り船というか漁船どっちだったかな、それ上手だったんでね。それでね、あんまり晴れてるとさ、もう逆光とか反逆光大変なの。だから少し曇っててちょっと雨はちょっと大変だったけど、少しね晴れ間もあったからなかなかね面白かったですよ。それでね、時間は7時から15時までっていう約8時間、長いじゃん。だからもうアネロン、酔い止めアネロンを飲んでね、じゃあ1時間前に飲んだよ、1時間前にね、1時間前に飲んで、神頼みしてこれ酔わないようにお願いしますみたいな、でなんとか酔わずにセーフ、あんま酔ったけど吐かずにセーフみたいな、ボロボロってね。でさ、前回さ、前さ、どこだったっけ、八丈航路乗った時に俺ゲロゲロになったことがあって、なぜか体調が悪かったのかな。それでね、そのトラウマがあったんで今回本当に酔わなくてよかったです。それで準備ね、海鳥の準備はさ、丁寧にやるんだけど、養生とかカメラだとかさあるじゃん。でもそれはね、いずれちょっとゆっくりやる。それね、話すとねゴタゴタするからね。で今回とにかくアルファ1について。それでね、今回ついにね、アルファ1のね、可能性をね、見出したよ。今まではさ、価格ほどじゃないなとかいろいろ言ってきちゃったけどさ、今回はね、なかなか良かったんだよ。その話をね、メインにしようかなと思っとりーす。ということでね、大体ね、写真の、元画像とさ、元画像の後に、フォトショップでレタッチしたね、明るくしたりとかね、ちょっと、コントラスト上げてみたりとかね、そのぐらいなんだけど、トリミングか、メインはね、その画像をね、明るくしてトリミングみたいな感じの画像を、代わりまごに見てもらおうかなと思ってます。それで、今こう喋ってる間にこう船とかさ、観察の様子の写真出てたと思うんだけども、まずね、最初の画像はね、出た鳥っていうか、撮ったのはさ、クロアチアホウドリ、アカアシミズナギドリ、カウムリウムスズメみたいなね、種類数はそんなのなかったの。でもね、クロアチアホウドリがすごい近く来たからね。でその時さ、今回のカメラの設定ね、書いたんだけどさ、カメラの設定はね、飛び物じゃない、ほとんどね、浮いてないからね。でさ、あと揺れる船の上じゃない。これはさ、ちょっとアルファ1で初だったからどうしようかなと思ったんだけども、まずさ、飛翔だから4000分の1、4000分の1ぐらいシャッタースピードないとブレるなと思ってね、それでなるべく4000分の1に近づけようということで、でいつも通りマニュアルなの設定がね。それで曇りな時は4000分の1まで行くと、アルファ1でさ、感度上げれば上げるほど画像がアレアレになるから、一応感度400で3200分の1シャッタースピードにしてみた。それその後ね、晴れ間の時は、一気に感度125にして4000分の1にしてみた。それでもね、ちょっと画像暗いんだよ。だから後で明るくしなきゃいけないっていうのね、後で画像見てもらえば分かるけどね。でもあと晴れの時、感度125のシャッタースピード4000分の1、曇りの時、感度400のシャッタースピード3200分の1で撮ってみましたね。これね、結構成功だったんだと思うんでね、手ブレ補正は3ね、普通は1か2ではない、3ね。それでね、ホワイトバランス、これは後でいろんな話するんだけど、ホワイトバランスは、AWB っていうね、オートメーションか、曇りね、してみました。後で話すよ。でね、で今回最も大事なのはこれだと思ったのがね、今のほら、シャッタースピードとか海鳥とちょっと関係ないじゃん。今回ちょっと試してたのがね、トラッキングの、中央固定っていうやつなんだよ。でね、中央のこう小さいやつあるんだよね、スモールのね。でね、ワイドとかにするとあまり広いじゃない、もう波とかめっちゃあるじゃない。それでさ、イメージとしてさ、こうなんとなくこう鳥がこう入った時にちょっと広めの方が、こう点とかよりね、中央ポンよりね、広めの方が追っかけてくれるんじゃないかなと思って、中央固定っていうのにしてみたわけで、さ、他のゾーンとかさだとさ、もうさ、こうあちこちあちこち行っちゃうのよ。
こうフォーカスエリアがあちこち動いちゃうの。だけどもうね中央固定だから でまあこのファインダーのうちの今このぐらいのこんな感じこんな感じだなこんな感じなんだよこんな感じのエリアになってるわけだからさここに鳥が入れば合うっていうイメージで中央固定にしてみました。でこれがね正解だったと思うんだよね。うん、まあ写真をね早速見てもらおうと思うんでね。最初さクロアチアホウドリなんだけどさクロアチアホウドリさこれ元画像で大体見てもらうとあのねもうクロアチアホウドリね結構はみ出るぐらいなんだよ。うん、ずっとそういうチャンスがあったわけじゃないよ。2回あったのかな。うん、その時がやっぱり鳥時あとはそこも揺られてさ鳥遠いなあなんてやってたんだけどさでさ、1回目まあ1回目じゃないやこれはね最初のうち晴れた時のやつ。うん、だからシャッタースピードを4000分の1で感度125のやつね。でこれが元画像でしょ。で次がさこれを明るくしてみるとさまあまあほらなんとなく撮れてるように見えるじゃない。それでさこれさらに拡大してみた顔すごい合ってないこのピントでね。あのねこれアルファ1なのかこのトラッキング中央固定なのか、まあ、多分アルファ1の特性だと思うけどもあのね正面とか、斜め前っていうのちょっと正面からこうやつ合うんだよすごく。これはさ小耳くんの時もそうだったからね。それでねすごい合ってる。だからそれはね意識して顔にまではできないんだよ入れる船で。だけどあだけどさあのさ鳥認識してくれてるっていうかさ、うんね、だからすごい合ってるからびっくりしたよ。で次ね、まあ、次はさこんなはみ出てんのもうね。だけどさあのさめちゃめちゃこう揺れてるじゃん。だからさとにかく鳥をあの少しでも長くさあのファインダーに入れておくっていうことをさもうとにかく気合でやると。でも気合っていうよりはね多分これさあのバードウォッチングでずっとスコープでこうやってさ毛巾とかパパ入れてさもうパッて入れるっていうさもう癖がついてるからあの慣れっていうのもあると思うよすごくね。まあ、訓練したつもりないけどね。うん、割と早いなと。他の人と見ててタカとか行ってる時にパッて入れるの早いんだよ俺はね。でね、まあまあ簡単なコツをちょっとだけ言うといつも同じ高さに俺はスコープとかカメラを持っていきたいの。こうやってとかこうやってとかあんましない。いつもこうとかさいつもこのぐらいとかね決めてあったよ。どのぐらいだろうこのぐらいだね。本当にフラットな感じなんかこうどこにもないこの感じでいつも高さを三脚の高さとかカメラの高さこうしてる、うん、なんかこうしてこうしてこうしたりしない。足もね肩幅ぐらいでいつもねあんまりすごい開く時あるけど、うん、それはあのイレギュラーの時、うん、まあそういうこと、まあ、そういうのもまたいずれまた話すよ。それでねだんだんタメ口になってるけど許してください。それでね、これを直すとこんな感じね。結構合ってんだよ。で次のがどんどんいくよ。これはさちょっと反転しちゃったんだけどさこうやってねあのこんな合ってんのすごくない。トラッキング中央固定海鳥に向いてるんじゃないかと。俺次回もだから中央固定で行くよやってみるよ。今回はさでもさあのさ小型船だったから今度大きなフェリーとかどうなのかなっていうのもあるからね。うん、次行ってみましょう。これもさこれは正面斜めじゃんやっぱり合うよ当然ほら。でねこういうのねあのね大体ね5000枚ぐらい押したよ。で500枚ぐらいピント合ってたかもしれないね。うん、でなんで合ってたかそこそこ多いかっていうと1回バチッと合えばね連射でね10枚20枚合ってたりするわけで、その後全然合ってない時あるんだよ。合ってないまま20枚とかもあるんだよね。まあそういう感じ。うん、でも結構合ってるでしょ。うん、でこのまあこれはもうかなりさあの水面を張って飛んでるような時じゃない。これさこれ今こう拡大して明るくしたやつトリミングしてね合ってるんだよすごくね。でさこの次のやつもさ、まあいいや、これ見るじゃん。でさ、あのさ、合ってるじゃん。で、どうやってるかっていうとね、あの、そのまま、あの、会場で頑張ってこう、ピント合わせて、ここにね、これにね、中央固定にね、入れてさ、ずっとかけてる時もあるんだよ。で、合ったと思ったら、ブルーってやるんだけども、合わなかったら中もこう押し直したりするんだけどさ、あのさ、一瞬さ、ホテルってこうやって空に出たりするじゃん。一瞬空に出るじゃん。もうその時にチャンスだよ。その時、ね、あのね、アルファマン絶対合うじゃん空抜けで、あのそんな遠くなくそんな近くもないけどバーッと合うじゃん。バッてもうそこの時にトラッキングしてガーッと追っかけて会場の中もねしばらく追っかけてくれるんだよ。うん、だからねその時にまず入れる。それからずっと追っかけてるじゃん。追っかけてるからそれを追っかけれればよ。で追っかけれなきゃダメなんだけど追っかけて会場まで持ってくっていうことができればかなり合うんじゃないかなって今回思った。うん、これはね、本当アルファマン今までではちょっとね、物足りなかったんだよ、俺。実は言うとね、価格ほどじゃないなとかね。だけど、この海鳥に関して言ったらね、かなり満足した。うん、で、次がさ、これがさ、今、この写真のさ、
3カット後、これもさ、まあ、ちょっとあの手前がちょっとなんか人の影みたいなのが映っちゃったんだけど、それでこれもピント合ってんだよ。だからこれ連写して回ってるよってことね。それから大変だったのがさ、あのさピントあってさ、いろいろ撮れんだよ、いい表情とかさ、もう昔撮れてんだけどさ、あのガシッとこう鳥がいい感じに中に入らないで、みんな羽が見えてきた。だからあのいい感じの距離で中に入るやつがすごい少ないので、なぜかっていうとね、もうねこう追っかけてる最近こうこれできないんだよ。ズームレンズなんだけど200、600のね、それをこう変えながらっていうのはね、ちょっと無理だ、こう揺れてるしさ、追っかけてるで、こう中こう見てね、鳥掘ってるだけでも無理でね、本当はこう引ければよかったね、あの近くになりすぎたら。それほとんど余裕なかったね。まあ大型のフェリーとかだったらできると思うけどね。それでまあまあ入ったやつはこんなやつっていうやつね、トリミングじゃこんな感じ、まあ一応さいい感じじゃないか。それでさ、まあこれをはみ出て、またはみ出てやつ出ちゃったね。でこれもこれなんかもさ、ギリギリ上面がさ入ってさ、あのまあ一応こういう感じってなるわけ。まあよかったよ。ところでさ、でここから先がさ、あの問題なんですよ、この、ホワイトバランスっていうのいやいや、アルファ1のさ、これ問題児が出ちゃうわけ。これ曇りの時、それと小雨の時撮るでしょ。そうするとさ、こうなっちゃうわけです。これ元画像ね、もう色がないんだよ、ほぼモノクロになっちゃうね。これなんとかしてくんないかなって感じだよね。なんとかされてもそれ新しいカメラじゃなくて、あのバージョンアップしていただければさね、ファームウェアの方ね、アップ、ね、してくれればいいなと思うんだけど、これだけは本当にさ、曇ってる時さ、もうさモノクロね、色情報が入らにくいっていうの。まあまあ、そのさ、あのこの前のアルファ1の勉強中で話したようにさ、あの画素数高い分さ、暗い時ダメなんだよね。それでさ、暗い分ダメじゃん。だからだけどさ、今回さ、それさっき言い忘れちゃったけど、今回は JPEG、 今回もうね JPEG で撮ってるし、フルサイズで撮ってるね、フルサイズで。なぜかっていうと、最近トラッキングじゃなくて JPEG じゃねえ、フルサイズの方がピントが合うなってことに気づいたわけじゃない。それやっぱ合うんだよ、フルサイズじゃなくてフルサイズの方が、あのクロップしない方が。それでさ、それはやってるんだけど、その画素数がすごい上がるじゃない。そうそう、曇ったらさ、曇った時はクロップにした方がいいの。いや、どっちにしろこれダメだと思うんだよね。暗いとか曇りとかに弱いんで。あまりに色情報がなくなる。でまあ明るくしてもこんな感じ。あのね、赤か青によるの。これはね、赤寄りなんだよ、ちょっとね。寄ってるってなんかないんだけどね。もう青がないって感じ。で次もね、こう、まあ、降りてるとこね。まああの感度400の、シャッタースピード3200ぐらい撮ってるんだけど、でもこれ以上さ、多分さ、シャッタースピード下げるとブレちゃうかななんて思って、まあ、そのまま撮ってみたんだよ。そうするとさ、明るくしてもこんな感じよ。青情報がゼロみたいな。なんか緑と赤のみで形成されてますみたいな画像ね。これもさ、これいいシーンだったよね。なんか食べてるやつね。だけどさ、残念だね。まあもうこれはこれでさ、まあ、あのピントは合ってるしさ、すごい悪いわけじゃないけど、残念って感じかな。その色がね。次はさ、今度青に寄るんだよ。これでどこが境目なのかわかんないんだよ。黒さなのか、鳥との兼ね合いなのか、なんかもうアルファ版の気まぐれなのかさ、何かを読み取ってそうしてるんだけどさ、こっち青になっちゃうんだよ、これ。今度赤。赤ないんだよ、あんまりね。どうしてこんなに青に寄るんだろうってね。これもそうだよね。ほら、ね、こうやって。いや、ピントは合ってんだよ、結構ね。だからまあ、非常にね、残念っていうかね。これもね、まあ、ちょっとね、もうちょっと明るく撮れればよかったんだけど、曇ってたから。でこう、まあまあ明るくしてさ、こうなっちゃうと、もうさ、色情報がもう青みたいな。ね。それからね、カンブリムスズメがいたので、それはさ、もうさ、ちっちゃいじゃん。まあ、クロアチアホードルはさ、あのさ、ピント合うんだよ。大体の人が、あの距離で出たら、なんとか追っかけられると思うわけ。ね、追っかけるって羽ばっかり入れちゃダメね、あの、ボディ入れない、ボディっていうか、顔の近くをね、あの子が追っかけるんだけどさ、あのさ、カンブリムスズメもちっちゃいじゃん。揺れ揺れなの。揺れで波間がこんななってんの、波が。この、なんか、こんな感じよ。見える？見える？こう、波がこう。この合間に、出た時にあの、トラッキングよ。こう、ね。で、なんか、なんかやるわけ。プル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 もう、なんだろうね。で、やったよ。そしたらね、まあね、これ元画像じゃない？ね。で、これ、もう結構合ってんだよ。だけどね、これは相当頑張った。で無駄押ししないようにしたしね、これもうダメだなって言った時、もうすぐわかんないもん、波ピンと来てんなみたいな、もうなかなか合わ
ぞと思ったらグラッと押してみても合ってなかったりして、でまあ何枚か合ってたな、うん、このぐらい合ってるからね。だけどさ、やっぱ久保井の時だったもんだからさ、色か、うんね、そう、まあまあ、 JPEG で撮ってるからかもしれないけど、 JPEG でもさ、色とか青とか赤とかちょっとこう増やしてできるのよ。それやってみるけど全然ダメだって、もともとそういう情報がないんだ。まあ曇りだからないのかな。いやよ、いや前のキャノンだったらあったよ、もうちょっとはね。こんなにじゃなかったよ、うん、なんかね、これはね、もうね、なんか20年前のコンデジって感じだよ。次ね、うん、次もまあこんな感じじゃない、うんね、これやけど、まあまあで、ピントはまあまあって荒れちゃうんだ画像がもうね、うん、そうそうそう、もうこんな感じでね、あれあれ画像だってさ、アホでとかでかいからこうそこそこ伸ばしてもまあピント合ってて、こうあんま荒れてるの分かんないじゃん。これさ、ウミスズメさ、すごいちっちゃいじゃない、あの撮れてる元あの画角に対して、こんなんで、これ拡大してるからね、すんごい荒れる、うん、荒れてる。まあそうだね、そういう感じでね、まあでもとにかく薄曇り晴れ間みたいな時ね、トラッキングの中央固定最高だと思うよ。まあ他にもね、なんか花ゴンドウとか出たからね、ちょっと撮ってみたけど、まあこれも難しかったね、うん、これはね、もしかしたらね、俺その時もトラッキング中央固定にしてたじゃん、この時はね違ったのかもしれないよね、うん、そうするとまたさ、出るものによって設定変える大変さが出てくるじゃん。これだからまあ、その例えば船に乗る前にそれを予測してショートカット作っとくとか、当てしないねこれ。いやいやいや、それやんなきゃダメなのって思っちゃうじゃん。そういうのなしでさ、撮れた方が嬉しいよね本当はね。だけどまあ、中央固定っていうのはちょっと今、今度ね、海鳥が終わってから陸上でどうなのかな試してみたら、いまいちなんだよ、うん、陸上で動かない、こっちが動いてないじゃん、揺れてない時はね、普通にね、ワイドとかの方がね、ピピピピピってこうあちこち行っちゃった方がね合うんだよ、うん、まあどっちにしろ前からね、流れの速い川とかダメだけどね、うん、なんかそんなイメージがあるけど、まあ、もうちょっとね、中央固定をまだ何かの機会に試してみたいなと思っとりーすってことで、うん、まったねー、林家トリースでした。